は8時19分です。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香とあっしーこと関あっしーです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日のおはからのテーマはこちらです。はい、今日のテーマはチーズ。はい、今日はチーズの日なんです。うん、写真の日でもあって、写真を撮るときに、はい、はい、チーズというところから、うん、今日はチーズの日と言われておる。はい、おる。おる。言われておる。言われておる。でさっきチーズ、はい、このハイチーズの発祥は、フランスなんだよっていう話をして、はい、日本はじゃあいつこのハイチーズが入ってきたと思いますか？うん、はい、鎖国が解除された時だと思います。めっちゃ前じゃん。うん、その時に伝えられたんじゃないですかね。ペリーが持ってきたと思う、ハイチーズ。待って、フランスマラソンで出てないから、フランスでも。あ、出てない？出てない、出てない。あ、そんな最近なんですか？ペリーが持ってきたの。うん。そう、鎖国解禁とともに、ハイチーズ文化も持ち込まれたのかな。残念です。違うんですか？日本は1963年に、うん、雪印チーズの CM で、はい、うん、はい、チーズの掛け声が採用されて、はい、ちょうどこの時にカメラも一般的に広がる時期だったんですね。うん、だから両方が重なって、まあ、チーズの掛け声がここまで広がったという。もっと前だと思うんだけどな。残念、まあ、あなたはそれでいいです。いや、何言ってもダメですからね。そうなんですか。さあ、というわけで今日は皆さんからのチーズメールをいただいております。はい、ラジオネームつんちゃんの母さんからです。はい、おはからです。おはから。6月になりましたね。6月には祝日がないのです。なんか損した気分ですよね。あー、確かに。確かに。なんで。そっか、6月祝日ないのか。まあ、毎日農業だから祝日とかあっても農業なんだけど。確かにそうか。さて、テーマのチーズですが、はい、大好きです。お、特にブルーチーズとチェダーチーズが好きです。うん、カマンベールも美味しいですよね。うん、子供の頃はQBB チーズ、うん、何それというスティックのチーズを毎日1本食べていました。うんうん、プロセスチーズってやつですね。うん、このチーズは加熱処理してあるので乳酸菌がなくて成熟もしないの。うん、今は亡き明治生まれのおばあちゃんはチーズは石鹸を食べてるみたいで嫌だと言っていました。懐かしいな。まあ、石鹸、石鹸食べたことないからな。美味しそうな石鹸とかいっぱいあるけどね。今ね、なんかケーキみたいなやつとかあるじゃん。あります、あります。食べたくなっちゃうけど。ねえ、QBB チーズとかわかります？あれじゃないですか、なんか Q、うん、Q、 英語の Q みたいな形してるんじゃないですか。いや、スティック状って書いてあるわ。あ、そうか。あ、そういう、あー、さすが、アッシュがそう言うと思って、もそうだよ。逆にアッシュのボケを一つ潰してきましたね。スティック状ですって、もうその英語の形ボケは使えませんっていうことです。こっちどんどん押していくからね。ラジオネーム、はい、ふとちょちょくこしさん。はい、皆様おはからです。おはから。おはから。アッシュさんの色男入れ替え有力候補のナッツファクトリーのナッツボーイさん。はい、ナッツだけではなく、うん、トムとジェリーのチーズケーキも売ってるみたいです。はい、美味しそうなんだよな。早く食べてみたい。うん、出た出た出た。ちょっとそのいいですか、一言。どうぞ。その入れ替えの情報いらなくないですか。そのナッツボーイさんがそのチーズを売ってますだけでいいと思うんですよ。え、でも、もうトップに書いてあるんだもん。いやいや、それを、アッシさんとの色男入れ替え有力候補が一番。その情報とか、そのいらないですよ、その分は。普通にスッと、お墓でも毎度おなじみのナッツボーイさんはこういう商品を売ってますでいいじゃないですか。いや、ダメなんだと思う。なんで。いや、このくだり好きなんだよな。いやいやいや、毎週それを言うことによって、なんだかアッシの位置が危うくなってきちゃうんですよ。そんなことないよ。からにはアッシさんが必要だよ。本当かな。そうだよ。いや、でもこれね、はい、このナッツファクトリーって言って今伊勢崎市にお店があるんですけど、はい、ね、ナッツのお店なんですけどチーズケーキも販売していて、うん、え、これ私食べたことあるんですけど、はい、ほん本当に美味しい。ちょっと説明してください。食べてないアッシュにも伝わるように。いや、見た目はまさにトムとジェリーのチーズケーキで、こういうふうに穴が開いてる。お、あれもだってトムとジェリーに出てくるのはチーズでし
いやそうそう、あれを景気で形を再現したってこと。そう、ほうほう、でもう本当にしっとり、はい、でも濃厚、ほう、なんて言ったらいいんだろう、チーズ私は苦手じゃないですか、うん、だけどそんな私でも食べれるけど、でもちゃんとチーズっていうのは分かるし、はい、うまいところにちょうどあるんですよ。ところにちょうどある。そう。どういうこと？どういうことだ、うまいところにちょうどある。いやなんか私1個しか買わなかったんですけど、なんで私1個しか買わなかったんだろうって後悔したぐらい美味しかった。あれが忘れられなくて、よく好きな女性のなんか手料理が忘れられないみたいなあるじゃないですか、男性は。あ、もうそのぐらいです。もう常にこのことしか考えてないってぐらい大好き。本当に？え、なんか本当に、うん、おすすめしたい。まあでもすごく気になりますね、ちょっと食べてみたい。なりますか、うん、いやぜひ皆さん調べてください、はい、めっちゃ美味しいので。酒太郎さんからです。はい、チーズ、昔は 6P チーズのようなプロセスチーズがメイン、うん、はい、あ、トムとジェリーの穴の開いたチーズねと。今はいろんなチーズがあるよね。そしてチーズといえばナポレオンとジョセフィーヌだね。検索してねって。サイさん検索しなくても分かるかな。分からないですね。ナポレオンと、うん、ジョセフィーヌだって。あ、ナポレオンがあれですか、日本に伝えたとかってことですか。お、チーズをってこと。いや、そんなことないでしょ。ごめん、私分かってないからさ。ナポレオンと女性、ジョセフィーヌが、女性がフィーヌ、ジョセフィーヌがチーズと何か関係あるみたい、はい、なんか出てきた、出てきた、ジョセフィーヌとボアルネ、ですね、うん、ちょっと分かんないですね。普通こう分かんないの。ちょっと待って、あ、ちょっとこのラジオ中、これは宿題にしましょう。ちょっと次に調べますね。じゃあ分かりました。私はどんどん読んでいきます。はい、赤城山大噴火さん、ピザやグラタン、ドリアなどの炒め飯のチーズは好きだけど、ハンバーガーに挟まれてるチーズは苦手。味が全く受けられないんだよね。この違い分かるかなって。分かる。ピンポンピンポンピンポン。なんで。いや、なんならチーズバーガー食べたことない。チーズバーガー美味しいじゃないですか。いや、あのハンバーガーに挟まれてるチーズって、うん、ダメなんですよ。もう固まってるっていうか、なんで、なんで挟むのって。なんで、そのあれみたいな、婿養子みたいな感じですか。婿養子、挟まれて両親とかその相手の家に挟まれてる肩身の狭いチーズみたいなことですか。よくそんな例え出てきますよね。婿養子チーズじゃなくて本当に違います。では本当にこの気持ちはわかる。なんでチーズ好きからしたら、うん、絶対チーズバーガーの方が好き。いや、なんかさ、あのハンバーグにチーズがもうでっとりとこう固まってついちゃってるのと、さっきのハンバーグのチーズインはダメだけど、はい、乗ってるのはいいって言ったじゃないですか。乗ってるのでも、もうほんとトロトロの熱々の状態だったら大丈夫なんですよ。うん、チーズバーガーはちょっと、じゃあ熱々のチーズバーガーだったらいいってことですか。でもパンか。いや、でもね、これはね、キングヤスさんも分かると思うんだよな。熱々のライスバーガー、ライスチーズバーガーだったらいいってことですか。いや、ライスダメ。なんでパンがダメでライスも。でもドリアはいいんだよね。分からない。これ赤城山さん分かりますよ。そして水星石のマスターさんです。はい、回転寿司のネタの中でサーモンにチーズを炙ったやつが好きすぎます。うん、あれは無限に食べれる。いますよね、うん。これ食べてる人たち。美味しいじゃないですか。めっちゃみんな好きだよね。焦げ目もついて、うんうん。あれはいけますか。ダメです。なんで。あ、お寿司はダメ。もう持ってのほか。ももちゃん、はい。ももちゃんは卵の中にチーズを入れて焼いたチーズオムレツが大好きです。チーズたっぷりのピザも好きですよって。チーズオムレツ美味しい。美味しいよね。ももちゃん、アッシもね、うん、チーズオムレツ好きですね。好き？もう、じゃあももちゃんよかったね、アッシさんと一緒でね。いいな、食べたくなってきちゃった。そしてアリオンさんです、はい、基本チーズ全般好き、特にナポリタンにかける粉チーズは必須アイテム、うん、ところでアッシュ君、今日の投稿を参考にして新ネタにしてみたら。なるほど。どういうこと？チーズネタを作るってこと？チーズネタを作るんじゃないですか。面白そう。うん、なんかチーズネタいいんじゃないですか。何がいいかな。うん、伸びるよって。じゃあそりゃ、ちょっと待って、やばい、もう40分だね、押しましょう。40分です。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件で、今年1月から昨日までの合計は57件です。また昨日の救急出動件数は51件で、今年1月から昨日までの合計は
6696件です。大地震などの自然災害が起きた時、どう行動すればよいか決めていますか？避難場所、家族との連絡方法、食べ物や飲み物の備えなど、日頃から確認しておきましょう。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。ております。この時間の担当は今日も元気もりもりあーちゃんこと磯木彩香と、今日も元気もりもりいろいろもりもり、森林浴大好きもりもり関足です。いろいろもりもりはちょっとなんか変、なんで元気とかやる気とか勇気とか全部もりもりです、もうもりもりなんですね、はい、よろしくお願いします。関足さんです。よろしくお願いします。ちょっと急にそういう言うのやめてくださいよ。こっちもはい、やっぱなんか言わなきゃって気持ちになっちゃうんですよ。いやだってラジオアドリブで言って、はい、局長が言ってたから。ああ、もちろん私台本が一番の苦手ですから。でも、はい、なんか6月に今日から入りまして、うん、ね、まあ、朝のこの元気の良さと、はい、あとはお天気がとても今日気持ちがいいので、はい、思いませんでしたか今日。今日思いましたよ、はい、もうすごい外出た瞬間から、あー6月の天気来たかって思いましたもん。絶対思ってないですよ。思ってますよ。いや今日はだってなんて言ったってお天気もいいけど、うん、この気温がすごく良くて、うん、空気がちょっと冷たい、ひんやりしてるのかな、うん、なんかもううわーってなりました。どういうこと。もうやるぞって。あれだパズーのさ、うん、ラピュタに行くって決意した時のやつでしょ。見たことない。よーしやるぞって言うなよパズーが。それチーター、じゃあそう、僕のお父さんは雲の中でラピュタを見たんだって言って、チーターがね、その、あ、じゃああれだ、あの時まあ、いやもう長かっちゃうから。ポムじいさんと会った後ね、まあ、じゃあそんな感じだね、あやはね。そうそうそう、まあ、というわけで何が言いたいかと言いますと、はい、6月もいいスタートが切れましたね皆さんってこと。なんでそのなんか適当な話して時間稼ごうとしてるんでしょ。してないですよ。そうですか。では、はい、今日のメールのテーマに行きましょう。はい、今日のメールテーマはチーズ。はい、今日は写真の日、そしてチーズの日と言われていますので、今日はチーズです、はい、ラジオネームトゥーポンプスさんからメールをいただいております。はい、はにょんあちゃん、はにょんのんちゃん、おはから、おはから、おざますあしさん、おざます。海外駐在員の頃時々フランスに行っていました。だいたい1週間くらいでしたが、田舎町でいつも小さな宿屋に泊まっていました、うんうん、自炊だったので小さな個人商店が集まった場所で買い物をしていました、うん、日本の魚屋さんみたいな感じでチーズ屋さんがありました。さまざまなチーズがあってどれを買うか迷うのですが、うん、試食をしてから買うことができました。気に入ったチーズを量り売りしてもらって向かい側にあるワイン屋さんに行きました、うんうん、ここも個人商店、小さな店内にはさまざまなワインが置いてありましたよ。値段もピンキリでしたが、買ってきたチーズをお店の人に見せるとそのチーズに合うワインを選んでくれました。逆のパターンでワインを先に買ってチーズ屋さん行くと、うん、そのワインに合うチーズを選んでくれます、うん、値段はまさに庶民価格でした。豪にいれば豪に従れと言いますが、はい、下手に知ったかぶりなんかしないで、うん、地元の人に聞くのが一番うまいものを安く食べれるということです、はい、ちなみに私が大好きなのはヤギさんのミルクから作られたブルーチーズです。おー、すごいな、そのワイン屋さんとチーズ屋さんは、なんかあれなんですかね、そういう連携が取れてるんですかね。ねえ、今そっち行ったからちょっとなんとかのチーズ買っていったからあのワインよろしくお願いしますみたいな。そういう無線で、無線でプシッって、こちらチーズ屋、今ワイン屋に向かってます、どうぞ、プシッ、今日のチーズはブルーチーズ買いました、プシッ、こちらワイン屋ラジャー、プシッ、めんどくさいみたいな。そうなんですか、トゥーパップさん。うんって、ほんと、ほんと、乗ってくれたの。面
白い。ねえ、ありがとうございます。いいっすね、なんかでも確かにね、地元の人にね聞くのがその時に一番美味しくて、うんねね、安いものが手に入るよね。ローに従えっていうね、うん、素晴らしい。ことわざありますからね。アレルヤハレルヤさんからです。はい、皆さんおはから、おはから、おはから、あーちゃん写真撮りますよ。はい、チーズカシャッと。あーちゃんはファンの人など写真を撮れる機会も多いと思いますが、うん、ポーズの練習や他のアイドルのポーズも参考にすることもあるんですか。お、聞きたい。なんかある、あーちゃんポーズみたいな。あります。お、ちょっと教えてください。恥ずかしい、27歳がこれやるの。いやいや、恥ずかしいと思うこと。昔はやってただけだもん。昔、あ、じゃあ今やってないってことですか。あんまやりたくない、恥ずかしいから。どういう、あの、この顎のとこに両手持ってきてこう、なんか あざといポーズ。それの、人差し指版。え、人差し指はどこに。お母さん指とお母さん指出して、はい、ね、鼻違うよ。鼻にほっぺにこうやって当てて、はい、あー、なるほど。首をちょっとかしげる。あー、なるほど、かわいいじゃん。これがあっちゃんポーズっていう。かわいい。みんなわかるかな。でもなんか指が2本立ってるから、あーよりいい、いい、いいっぽい。いいちゃんポーズみたいな。どうでもいい。そう、え、でもね、気を参考にするってことは、うん、なんかもう私もともとアイドルが好きだったから、はい、小さな頃からそれを見て育ってる。ミニモニとかでしょ。そう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 、うんうん、だからもうなんかそれが頭に入ってるから、あ、そう、もうそれで育っちゃってるからね。逆にでも、じゃあポーズある程度もう頭に入ってるの、うん、そうそうそう、こういうポーズがやっぱいいんだっていう。そう、あ、こういう風にしてたなっていうのが頭にあるから、なんかそれがもうあるね。なんかこうすればいいのかなって。もっとオリジナル作ってほしいな、あーちゃんならではね、うん、こういうこういうね、こういうのじゃわかんない。もう本当だから、それあーちゃんオリジナル、それを流行らした方がいいと思う。ジョーさん考えてくださいよ。え、もうなんか目をこう見開いてこういうのどうすか。そんなポーズやだよ。でも絶対話題になると思うよ。目をね見開いてね、群馬のアイドルの あーちゃんっていう子ちょっと変わったポーズしてますってネットニュースになってさ、有名になるかもしれないじゃない。なので、チョビンさん、はい、ドビンチョビンハゲチョビンさんからです。はい、さっき現れてましたかね。いやー、なんか一瞬たのかな、一瞬一瞬。アシ君、アーちゃん、皆さんおはようございます。おはようございます。チーズ好き好きチョビンです。おお、かわいい、新しいラジオネームみたい。割と癖があるチーズも美味しくいただきます、はい、でも自信がないのが蒸し入りチーズ、うん、日本でも売ってるのでしょうか。実際に見たことも食べたこともなくて、漫画もやしもんで知りました。チャンスがあればチャレンジはしてみたいけど、虫が見えてるからな。では今朝も目指せスミヤさんで歩いていきます。あ、歩いてたから今通ったんだ。あ、そういうことか。スミヤさん家に行くってことですか。行かないですよ。だって目指せスミヤさんっていうことはスミヤさん家を目指してるってことですか。あ、お主昨日のラジオ聞いてないな、バレたな。これでこういうこともあろうかと思って、お、今から聞こうと思います。遅い。なんでこれだと夏ボーイさん取られちゃいますよ、席を。じゃあ隔週にしましょう、せめて。第1第2はアッシーで、第2第4はナッツさんにします。譲るな譲るな。もやしもんだって漫画の知ってます。ちょっとわかんないですね。で、そこに虫入りチーズ、虫が入ってるってことってことかな。それは生きてる虫かな、死んでる虫かな。うん、もうお亡くなりになってる虫じゃない。生きてる虫が入ったら嫌でしょ。あ、そっか。ちょっと気になる。ちょっとリスナーの皆さん、ぜひ虫入りチーズ調べてみてください。こういうメール大好き。虫パンチーズじゃなくて。違う。ラジオネーム、あ、富岡の影森クッキーさんからだ。お、久しぶりですね。急に止まったから何事かと思った。お元気でしたか。あーちゃん、あしくん、おはから。おはから。私はモデル撮影が趣味なので、毎月1回いろんなところへ行って、その土地の美味しいものと一緒にモデルさんを撮っています、はい、その際、はいチーズというのは私だけでしょうか。あー、いやでもみんな言うんじゃないですか。あー、でも撮影会とかは、うん、結構みんなもね、パシャ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 。あ、確かに。こう1枚、はいチーズ、うん、はいチーズって人あんまりいないかも。でもそれは赤木団の撮影会でしょ、うん、いや、赤木団の撮影会ってほんと少ないから、本格的な方がそっちのやってるけど、あ、逆、まあ、ありがたい。でもカメラマンとかはそうだよね、うん、なんかもう
パシャパシャやってこうカメラさんのこう下向けてさこう見てさそうバシャバシャってカメラ下向けてこう確認してみたいなあるよね。ライブ見てよって思った時もある。本当ですよ。それはあるよね。ちょっとあるかな。でもいろいろな応援の仕方があるから全然いいんですけど、はいはいはい、でもね富岡のね影森クッキーさんは1枚ずつ取る、はい、チーズって、うん、っていうのは多分一個一個にかけてるんじゃないか。かちょっともうその連写機能とかないカメラなんじゃない。一回ここジージージーってやってあいチーズカシャあい次撮りますよインスタントカメラみたいな一回一回巻かないといけないかもしれない。インスタントカメラで撮影会来ないでしょ。いやいやいや。ハワイのママちゃんです。はい。子供の時のアメリカのちびっこギャングの中で、うん、石鹸をチーズとサンドイッチの中にすり替えて、うん、食べた男の子がいてお水を飲んでお歌を歌ったらお口からシャボン玉が出てきてママはびっくりしました。大好きな番組でしたよ。まだ白黒のハメリビデオのような番組でした。面白い。何それ、やってみようかな。石鹸のチーズ間違えた。でも似てるっちゃ似てるもんね。ちょっと泡出てくるかな。やっちゃダメね。あ、ダメか。ももちゃん6歳が聞いてるんだから。あ、そっか。よいか真似しないでくださいね。続いてラジオネームルルちゃんからです。はい。今朝通りすがりに散歩している犬が両後ろを足上げて、うん、カエルバランスカエルのポーズしておしっこをしてる姿を見て、はい、おっと曲げた私です。すごっ。両後ろってことは前足だけってことですよね。そうです。そう。そんな不安定でおしっこするんですか。朝からすごいもん見てますね。すごいルルちゃん。じゃがりこを買うときはチーズ味、はい、おー、はいはい、うまいよね。裂けるチーズをチビチビ裂いておつまみにするのもいいよね。裂けるチーズ大好き。アシさんはどうですか、こう裂けるチーズとか、はい、こういうのが好きなの。ルルちゃんと同じで。そう、あのね、足系いろんなチーズありますよ。あのまず粉チーズあるでしょ、うん、粉チーズ。あと平べったいスライスチーズあるでしょ、スライスチーズ。ロックピーチーズあるでしょ、うん、あと裂けるチーズ。裂けるチーズね。全部冷蔵庫入ってるんですけど本当に好きなんですね。うん、で、裂けるチーズは、はい、本当結構好き。1日1個ぐらい食べるぐらい好きで、そしたらなんか母ちゃんがねよく買ってくるんですけど、うんうん、足が好きなら買ってくるっつってすっげー大量に買ってくるんですよ。なんかしかも安い日があるらしくて、はいはい、裂けるチーズって、はい、2個くっついてるんですよね。なんかビリビリって破って2個で大体売ってるんですけど、はいはい、それが安売りの日があるからとか言って、うん、その2個セットの裂けるチーズを30個ぐらい買ってくるんですよ。そうでしょ。ほんとね、ビニール袋いっぱいにして冷蔵庫に入ってて開けた瞬間何これって見たら裂けるチーズが30個ぐらい、だから2つくっついてるのが30個だから60個ぐらい、うん、じゃあ2ヶ月持つじゃん。あのそんなにいっぺんに買わなくていいからって言うんですよ。やっぱお母さん面白いですね。安い日に買った方がいいじゃんとか言ってまた安売りの日に違う日に買えばいいと思うんですけど、ね、合計したら結構な金額ですよね。そう、すごい。まあ母ちゃんも食べるし、はいはい、父ちゃんも多分食べるんですけど、なんかその裂けるチーズで料理したことあります。あれじゃがりこに入れた。じゃがりこね。わかん、なんかじゃがりこに裂けるチーズを裂いて入れて、うん、お湯入れて、そう、何分かして混ぜるとなんとかなんとかなるんですよ。じゃがりこ。じゃがりこ。そう、じゃがりこだっけな。なんかね、そのじゃがポテトサラダのチーズ入りビョイン伸びるみたいな。そう、流行りましたよね。やったけどうまくできなかったね。なんかルルちゃんもしもじゃがりこのチーズ味が好きだったら、うん、そのじゃがりこにその裂けるチーズ入れて、うん、お湯入れて混ぜる。そう。そうするとアシさんの言う通りその伸びるね、できるんですよ。おお、そうなんか動画で見て美味しそうだなと思ってやった。流行りましたよね。うわ懐かしい。ラジオネームエイトママちゃん。はい。子供の頃ピザなどに乗っているとろけるチーズは大丈夫だけど 6P チーズやキャンディーチーズ、うん、そう、チーズの味がギュッと詰まってる感じが苦手でした。はい、わかる。幼稚園の泊まり会の朝ごはんにキャンディーチーズが出されたんですけど、うん、残すと先生に怒られるかなと思って一気に食べてすぐにおにぎりを食べて味をごまかしました。今はチーズ大好きで子供の頃は絶対に食べなかったチーズケーキや裂けるチーズも大好物です。裂けるチーズ美味しいよ。キャンディーチーズってありますよね。あのなんか包み紙でくるんじゃないでしょ。そうそうそう、あれも美味しいじゃないですか。あれは私も幼稚園の頃ね、エイトママちゃんと同じで食べないと怒られる世代だから。めちゃくちゃ美味しいのに。いやダメだった。なんで。あれを見るだけで今でもやっぱちょっとうーってなっちゃう、思い出しちゃう。
頑張って食べてたもんね。わーっていう味わえるチーズ食べてるなって感じします。そっか、高崎のパパさん、はい、もともとカマンベールチーズが好きでしたが、うん、ロックフォールやゴルゴンゾーラといった青カビのチーズも好きです、はい、特に青カビのチーズはそのまま食べてお酒のおつまみに最適ですが、パスタ料理に加えると味に深みが出て最高です。はー、でもなんか青カビのやつとか癖あるけど、うん、それがなんだろう、癖になる。なんか一線を越えて、最初あーってなるけど、一線を越えるとすごい癖になる。癖になる。うん。アットFMさん、外国人が日本で納豆をなぜ臭いのに食べるのかと、逆に我々は西洋の人がチーズを臭いのによく食べられるという互いに感心し合いっこですね。食が違うのだから仕方がないけど、お互いに理解して美味しく食べていきましょう。あー、もう納豆とチーズ混ぜて食べる足は。ゴルゴさんからです、自分はチーズ全般めっちゃ好きですが、特に好きなのはピザと言いたいところですが、本当は、うん、ブリトーのハムチーズがたまらなく好きです。あー、うまいね。何それ、温めてもらったものを食べてビヨンと伸びるチーズと、うん、はい、ハムの独特の味がマッチして、うん、最高の組み合わせ。あー、うまいっすよ、あれはね。でも温めすぎてあっちいんですよ。セブンとかでさ、うんうん、ブリトー買ってちょっとね、ちょっと上切りますよなんつって、うん、切って温めてますけども、あちゃちゃちゃちってなる。でもあの熱々でビョイーンって伸ばして食べるのが好き。そうなんだ、コンビニに売ってるんだね。はい、うどん県大好きさんからです。毎日三角の形をしたチーズを食べています。パンの中でもやっぱチーズパンはね大好きです。で、香川県からメールくれましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。カルピスさんからです、はい、昔チーズは好きではなかったけど、少しずつ克服して今は普通に食べれるようになりましたよ、はい、それではチーズとかけて、うん、童話の定番と解く、その心は発酵カルピッチでした。あの本を発酵するです、ね、そういうことですかね。おめでとうございます、はい、おめでとうございます。発酵分かってなかったでしょ、あちゃん今。分かりました。発酵はてなかったって言っても絶対、あとになんかカッコで何か書いてあって、そっちの方に書いてあって、気にしないでください。おめでとうございます。さあ、というわけで大志さん、今日はチーズでした。いかがでしたか。いやー、もうチーズ食べたいですね。もう一日一チーズを目指してやってます。なんかでも好きすぎて、だいたい一日一チーズを食べるんですけど、うんうん、2チーズ行きたくなっちゃう時あるんですよ。ダメダメ。でも2チーズダメかな。ダメダメ、アイスと一緒だよ。ダメか。でもお墓の時って朝いつもね、パンを焼いて、うん、間にスライスチーズ挟んで食べてくる、食べながらするんですけど、それ食べて夜もあの避けるチーズ食べちゃうんですけど、食べ過ぎかな。食べ過ぎです。でチーズ風呂に入ってチーズの布団かけて寝てるんでしょ。そんなわけないでしょ。いや自分で言ったんでしょ。チーズの使い方しませんよ。食物を、食べ物をそんな お粗末にしません。あなた7時25分台の放送聞いてみなさい。トゥーパンプスさんの YouTube で聞こう。あー、さあ、というわけで皆さん、はい、今日もありがとうございました。今週もどうぞよろしくお願いします。担当私磯日彩香と、はい、関足でした。それではまた明日お会いしましょう。